小人湖から望む大室山と富士山。富士山北西斜面から流れ出した大量の溶岩は大室山を抱き込む形で広がりの海の大半を埋めた。現在の小人湖はこの溶岩流の上に乗った形である。西湖。かつてはの海の東端だった。浄岩大噴火とは平安時代初期の六十四年から六十六年にかけて発生した 富士山の大規模な噴火活動である。この噴火は山頂から北西に約 10km 離れた斜面で発生した大規模な割れ目噴火である。長尾山他に山のスコリア級を形成し膨大な量の溶岩を噴出させた。噴出物の総量は約14億立方メートルにも及び溶岩流は北西山麓を広く追い尽くした末に北陸にあった広大な湖、 の海の大半を埋没させた。江戸時代中期の1七百七年に起きた宝永大噴火とともに、富士山の噴火災害の得意例として数え上げられ、文献記録に残る富士山噴火のうちで最大規模とも言われている。なお、この噴火で埋没したの海の残片が、現在の富士五湖のうちの二つ、聖湖と小人湖であり、溶岩流の上に千百年の時を経て再生した森林地帯が、 青木が原樹海である。西暦864年は、日本の首都が平城京から長岡京を経た末に、平安京に落ち着いて、ちょうど70年目に当たる年である。朝廷では、清は天皇の外祖父、藤原義久が皇族以外で、初の摂政に就任し、後の藤原北家繁栄の礎を築きつつあった。一方、 日本の古代史は1万5千年前に開始されたとされる新富士火山の活発な活動期にあたる。当時の人々にとっては富士山の山頂河口から立ち上る盛んな奮起のありさまは常識的な光景だった。奈良時代後期に成立した万葉集には720年頃東国に赴任していた高橋虫マが富士山を称えて読んだ長唄が載せられ、歌の中に 以下のような一節がある。富士の高根は、天雲も行きはばかり飛ぶ鳥も飛びも登らずもゆる日を、雪持ち承知降る雪を、日持ち承知つつ、高橋虫マロ、万葉集、万葉集には、恋焦がれる胸中を、富士山の噴気に例えて読み上げた歌が数多く、見出されている。富士山では、噴気活動のみならず噴火活動も頻発し、俗日本記の七百八十一年の孔には、 富士山で灰が降り、山毒の草木が枯れたとの記録がある。平安時代の800年から802年には、延暦大噴火が発生。東側斜面に、川河口の西小富士を形成し、高丸美溶岩と、日の木、丸尾第二溶岩を噴出した。さらに大量の高架火残灰により、当時の東海道だった足柄路が通行不能となっている。繰り返される噴火災害を受け、 朝廷では、富士山に神意を捧げ、神を懐柔することで時代の鎮静化を図っていた。以下は、当時の歴史書、日本三大実録の記述による、富士軍生三位浅間大臣大戦備、その勢い陣沖、小山形十二元里、公園校二十居城、大郵星、除来、地震三度、列記十四日、雛を不滅、昭願法令、砂、石上、 円運鬱上、人不特勤。大仙西北、夕元須水海、所焼岩石、竜舞海中、円三十元里、甲三十四、許るし里、甲二十三元竹。火炎水族海の国境。現代五役、富士軍の清三や様大臣大戦が噴火した。その勢いは、はなだ激しく、一、二里四方の山を焼き尽くした。 火炎は20畳の高さに及び、大音響は雷のようで大地震が3回あった。10日以上経過しても火の勢いは未だ衰えない。岩を焦がし峰を崩し、砂や石が雨のように降る。煙や雲がうつうつと立ち込め、人は近づくことができない。富士山の西北にある元須湖という湖に焼け石が流れ込んだ。焼け石の流れは長さ約30里。 広さ3より、高さ2、3畳に及ぶ。やがて日は、海の国との境に達した、駿河国富士大戦、骨有防備、詳細降乱、草木、小札、土石石流、前八大軍元す並び涼水海、水熱女優、巨別見なし、百姓居宅、余海とも舞い、ある裕宅無人、その数難期、涼海藤、また言水海、 名曰く川口海火炎福岡公会、本とす、東海。羊焼前の前、地大振動、雷電暴雨、雲り解明、山の南辺、さ、あとありこの再演。現代五役、駿河国の富士山が大噴火した。峰を焼き砕き、草木は焦がれ死ぬ。土や石くれが流れて、八代軍の本とすことの海を共に埋めた。湖水は熱湯になり、 魚や亀の類は全滅してしまった。民家は湖と共に埋まり、残った家にも人影はなく、そのような例は数え上げることもできない。二つの湖の東には川口湖という湖があり、火はこの方角にも向かっている。湖が焼け埋まる前に大地震があり、雷と豪雨があり、雲や霧が立ち込めて、暗闇に包まれ、山とのの区別もつかなくなった。叱る後に、 このような最悪が訪れたのだ。8月、朝廷では、海国寺に対して、浅間神社の神を奉じて陳謝するよう命じている。しかし、上岸7年年末の記録に、最位まだ山津とあることから、この時期まで2年間にわたり、噴火活動が継続していたことが伺える。上岸大噴火の5年後、上岸11年には、東北地方で、上岸地震が発生した。 道の区国の多賀城下には津波が襲来し、仙台平野は海岸線から3の4キロメートルにわたって水没した。日本三大実録によれば、1000人が溺死したという、上岸大噴火の折、いくつもの河口から別々に噴出した溶岩流を総称して、青木ヶ原溶岩流と呼ぶ。溶岩流は、富士山北陸の大森林地帯を焼き払いつつ、流れ下る際に、 多くの溶岩洞や溶岩樹形を形成した。それらの一例が、現在の鳴沢氷結や鳴沢溶岩樹形、聖古川掘穴である。森林地帯を埋め尽くした溶岩流は、の海に至り、最大震度100メートルはあったと推測される湖の大半を埋め尽くした。その後、溶岩流の上には1100年の時を経て植生が、回復し、張りもみなどの新葉樹を中心とした。 原生林、青木ヶ原樹海が生まれた、古記録と噴火堆積物から見た、ありがとうございます。